下着をはじめとしたボディケア商品、女性を輝かせるような商品を開発しています。実はあのシルキースタイル創業して14年なんですけれども、下着ブランドとして出したのは実は初めてでして、まあ、そのぐらいあの思い入れがある下着なんですけれども、自分の体調も年齢とともに頑張りが効かなかったりとか、リフレッシュしづらかったりとか、そういう悩みってどんどん増えていくんですね。っていう中で、まあ、本当に体にいいもの、毎日履きたくなるものっていうのを作りたいというところからこの設計が始まります。多くの人の不調とかバランスを取るためには温めと巡りがとっても大事っていうことなんですね。女性のこのクロッチ部分、デリケートなゾーンをきっちりと温めることで女性の巡りって本当に変化が出るんです。なのでこのクロッチに蓄熱素材、まあ、体を温める素材を入れ込むことでふんわりと体を包み込んで温かい健康的な状態に導くことができる。体にフィットして体の動きについていくっていうことが一番ストレスがかからずに軽い履き心地で巡りを導いていくっていうことが分かったので、そのために前側のレースを2枚重ねにしてクロスの形に配置してます。そうすることで動きにもそのショーツのレースがフィットして動くので、時計部にストレスがかからずに巡りをよくできます。やっぱり機能的な商品だとどうしても可愛くなくてちょっとおばさん臭くなったり、体のために頑張ってこうそれを手にするか、ちょっと自分のライフスタイルをこう壊しながらも健康を手に入れるかどうかみたいな選択肢になっていて、自分のその体のことをこういたわれるような、下着であり、なおかつテンションが上がるようなそういった下着に仕上げているので、あえて下着用のレースを使わないでファッションで使うようなレースを選びました。私は国内で作ることにすごくこだわりを持っているんですけれども、今回は京都で作りました。下着ってやっぱり毎日つけるものなので、なんか下着を変えるだけで本当に毎日の日々の生活や考え方が変わる、一番なんか手っ取り早いものだと思うんですよ。本当は本当に体にフィットして履き心地がいいショーツって、もう履いてるだけで女性の心も体も解放されるような、下着は女性の価値観や生き方を変えるものだと思っているので、下着を身につけることで自分が変われると思う女性をますます増やしたいなと思っています。